それでは、少子高齢化時代の社会保障についてどうあるべきかというテーマについてお話をさせていただきます。ご存じのとおり、日本は急速に今、高齢化が進んでいます。三重県でも全国でも4人に1人が今、65歳以上という時代に入ってまいりました。こういう中で、これからさらにそのスピードは加速をしていくことになります。 ただ、三重県でも鈴鹿や四日市、桑名といった地域は今、5人に1人ぐらい。 そして南については、南西地方については、もう3人に1人という時代に入ってきています。こういう中で、社会保障をきっちりと作り上げていく、それは将来の安心をきっちりと作っていくということになります。今、景気をどうやって良くしていくのかという、いろいろな話が出ておりますけれども、私は将来、安心して年金をもらえる、そして安心して医療にかかる。 そして安心して介護を受けることができる、そして安心して子育て,に子育てをできるというような、そういう安心感を作るということが必要だというふうに思っています、その意味で私たちが政権当時、この部分について中心にさまざまな予算配分や制度の改正をしてまいりました。しかしか現状ののの中でではまだまだだその部分ができていないなも 現事実でありますそこで私たちは、そういう介護や医療や年金、子育て、そういう部分に対して予算をなるべく重点的に配分をしていくということによって、この安心感をつくっていけると思います。昨年の、昨年、私が委員長させていただきました、社会保障と税の一体改革の特別委員会。この中で 消費税のことを決めたのも、大変心苦しい話だけども、消費税をすべて社会保障に充てていくことによって、その安心感を作るということを考えさせていただきました。まだまだ不十分なところがあります。しかし、個人の負担をさらに増やすということは不可能な部分が出てきます。公の部分でそこをカバーしていく、みんなでカバーしていく。 そしてそれぞれ一人一人の努力も当然必要でありますけれども、そういう高齢化に向けた社会保障、安心感をつくっていくために、私自身も頑張っていかなければならないというふうに思っております。これはもう遠い将来の話ではなくて、あっという間に来ます。あと30年もすれば、2人に1人が65歳以上の時代、その時代に備えたことをやるのは、私は今じゃないか。 今いややらなければならないというふうに思っておりますので、社会保障の安定化のために、私自身は頑張ってまいりたいと思います。